インコースから4番、1番、2番、3番、5番、6番の体型です。予選競争第3レース、スタートしました。内2艇と外の2艇、中へ込みの体型になりました。さあ角から5号艇の高田がゴリゴリ締めてまくっていこうと、アクシデントが発生。重野が展開見据えて切り込んできまして、バックストレッチへ入りました。一定アクシデントが発生していまして、2号艇は構想に復帰しました。なおスタートは前艇正常でした。一緒にマークですが、内側から6号艇の重野が先に回ります。5号艇の高田千尋が懐へ切り込んで、さらにその内側を4号艇の堤。今先頭が6号艇の重野聡です。事故艇とレスキュー艇が水面の外側にいるような状況で、重野は内側から今抜いていきましたが、ちょっと行くところを各メンバーが迷っているような状況。各艇がすり抜けながら、今は5艇が2周目に入っている状況です。ここでファンの皆様にお知らせです。5号艇の高田千尋は妨害失格です。5番は妨害失格となりました。そして3号艇の吉村誠失格です。ピット離れはややバラバラという感じでした。良かったのが2番と5番、河合と松下でした。入れ替わったのが板橋と松下、4番5番で、松下が4コース、板橋は再アウト5コースからの進入となる模様です。競争水面上は7レースの予選競争を迎えました。このレースは6号艇の吉村誠が前半レース負傷のため欠場となりましての5艇立て。スタート展示は6号艇花本が3コースまで入って、スローゼはかなり深い進入となっていました。第2レースの予選です。対戦メンバー1号艇岸本勇気、2号艇横谷翔一、3号艇鈴木亮介、4号艇ウルタ翔平、5号艇矢橋誠介、6号艇が花本夏樹です。回り込んでくる6号艇花本に対しては、やはり内枠両者が抵抗です。インコースは1号艇岸本勇気がスタートライン上へさきを向けました。2コース2号艇横谷翔一が入ります。3コース6号艇花本夏樹、花本は準優進出に向けた今日は2走して15点が条件となっています。そしてこのままですと4コースは3号艇鈴木亮介となりそうです。鈴木もどうやら本番でもスローに合流します。どうでしょうか、4号艇ウルタが5コースの角となるか、6コース5号艇矢橋誠介は2走して今日は15点ノルマとなっています。その5号艇矢橋、そして4号艇ウルタ、この2艇が引っ張る形になります。コースの方ですが、結局は5号艇矢橋が5コースを主張という形になります。4対2、スタート展示とはダッシュの2艇が入れ替わっています。1号艇岸本勇気人気の中心です。人気のあたは2号艇横谷、6号艇花本と票が集まっています。スロー3艇は100メーター近辺です。第2レースの予選です。インコースから1番、2番、6番、3番、ダッシュは5番、4番です。スタートしました。2コース2号、おっと前艇早いぞ。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なんとなんと、これは6艇前艇早いスタートになりました。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレースは前艇フライングです。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番矢橋、6番花本、前艇がフライングとなりました。従いまして第2レースはレース中止、船券はすべてが返還となります。お手持ちの投票券は絶対にお捨てにならず大切にお持ちください。
繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番矢橋、6番花本、前提がフライングとなりまして第2レースは中止となります。したがいまして第2レースの船券は全てが返還となります。お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。ファンの皆様にご案内いたします。ご覧のように第2レースは前提がフライング返還決勝となりましたので第2レースは中止となります。第3レースのスタート展示開始まではもうしばらくお待ちください。第3レースのスタート展示開始までは今しばらくお待ちください。ホームの追い風が緩やかに渡っています。穏やかな水面コンディションです。第45回の日刊スポーツ栄光立て開催4日目予選ラストの攻防です。カードは第4レースを迎えました。対戦メンバーです。1号艇は田中達彦、2号艇北川幸則、3号艇佐々木秀樹、4号艇市川哲也、6号艇古川健、なお5号艇池上隆之は家事都合により欠場をいたします。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の向田だけが遅れました。そしてあっとあっとこれは1号艇きつい。一周一マーク逃げる1号艇に3号艇つけまい亀本打ちついて2号艇差し込んでバックストレッチです。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番はフライングのため返還欠場となりました。1番に関します投票権皆様どうぞ最後まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。1コースの両者好スタートを切りました。1番西島、2番の小林、うち2人がそのまま出ていって1番西島が押し切る体勢、まくってくる3番清水の攻め受け止めました。後方から5番島村、6番柳瀬相次いで上がってきますが2番手争いまであっさりと人気に応えたのは1番の西島義則であります。スタート前提正常、外枠2人、6番柳瀬、5番島村の2番手争いに3番清水が切り返してきて参戦です。後続を振り切りにかかる柳瀬がここで2番手わずかに抜き出してきましたが、それでも内懐から3番清水、5番島村相次いで飛び込んできましたが、勢いは1番外、6番柳瀬、2番手優勢です。その後ろ5番の島村、3番清水、両者3番手ガリガリと競り合って少し流れた島村、救ってくる清水、まだわずかに3番手はどうでしょうか。外側5番島村優勢も打ち盛り返してくるのは3番の清水浩二、2番手わずか流れにアドバンテージは6番の柳瀬浩二であります。先頭1番の西島、その後ろ柳瀬が2番手外つけて回ってくる5番島村、追いすがりますがさあどうか、ボート並べるところまで来ました。3番清水遅れを取って現状4番手、サイド島村が柳瀬を捉えました。2番手争いに持ち込んできた最後の1マークの旋回、おーっと6番の柳瀬、ここでアクシデントが発生しております。2番手には5番島村浮上、3番清水、3番手になって1番5番3番の上位体系です。なお6番柳瀬浩二転覆のため失格、6番柳瀬浩二転覆のため失格でございます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。江本は立ち遅れ気味、おお2、3コースの2人はこれはどうか、1マークの旋回へと移りますがこれは厳しいスタートになってしまいました。なおこのレースは3番の花本豪フライング返還欠場、2番の坂野は生き残りました。3番花本フライング返還欠場、3番の組に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1番2番3番
4番、5番、6番でスタートしてきました。角から行ったのは4コース4号艇木山がさあ一目散にまくりに行く。ちょっと2号艇の森脇は大きく煽られる格好になりましたが、5号艇の山本あるいは6番1番3番と接近、5号艇山本のまくり出しも伸びていきます。スタートは前提正常でした。2号艇の森脇は現状構想ストップ、5号艇の山本のまくり出しが届かったかという形で1周2マークです。2番手は4号艇木山、依然として2号艇森脇は構想ストップの状況です。レースは2周目です。5、4、6という形で2周1マークへ向かいます。2号艇森脇はエンストのため失格です。2号艇森脇はエンストのため失格、1番、3番、4番、5番、6番、2番です。スタートしていきました。1コース1号艇池田はどか遅れとなってしまいまして、ここは2コースから3号艇吉村が難なくまくる展開、あとは外追走する4号艇松田、そして5番6番2番ですが、1号艇はアクシデントでしょうか、5号艇も構想ストップとなっておりますが、さあ現状上位3人4でスタートは前提正常でした。1号艇はアクシデント模様です。1号艇の池田夏実落水失格です。1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。ばらけたスリットですが、さあ1コース人気の1号艇土屋がまずは逃げるか、4号艇の末竹がまくりに行く、さあして2号艇山本、あとは3号6、さあ受け止めたか1号艇土屋、ただ2号艇山本の差しも接近していきます。2号艇山本の差しが伸びて捉えるか、金さんの3番手4号艇末竹、スタートは前提正常でした。1号艇土屋がここは外を回して旋回で沈めていきました。トップです。2番手は2号艇と4号艇の攻防、3号艇前原アクシデント、3号艇前原は転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番の台形でスタートいたしました。スロー勢わずかに好スタート、スリット通過がほぼ同体という形になった1周1マーク。インカレネル体制は1号艇2号艇が内、3号艇外前、5号艇が外に切っていく、4号艇が遅れ差しの展開、バックストレッチ向こう上面。さあここはしっかり差していったのは3号艇の金子龍太、リードは一定身ぐらい、陰線残す形は1号艇の土屋智則、3号艇1号艇この両者、その後3番手争いは3艇固まって向こう正面から2マーク、3号艇先前体制1号艇の土屋智則が差し返すか2マークでありますが、3号艇1号艇のトップ争いが続いていますが、3号艇若干単が膨らんで1号艇内側から接近していきます。しかしその差は現在判定審ほど、その後ろはだいぶちぎれまして2号艇鈴木単独の3番手、後方は4番5番6番、今度は1号艇が先前体制、3号艇が差し返せるか2周1マーク、1号艇先前、3号艇2番手の追走、ここで逆転のトップに立ったのは人気の中心1号艇の土屋智則、2番手に交代3号艇の金子龍太、その差はあっという間に2停止差、そのうちはもう7、8停止にちぎれまして2号艇の鈴木太郎氏現在3番手でありますが、その後1停止反応され4号艇藤井と5号艇の渡辺文幸が追走、最後方6号艇新人生駒です。上位の体制は1番3番、3番手には2号艇の鈴木忠義、上位の体制は1、3、2の体制となってレースはこれから最終周回です。しかし内側のから4号艇の藤井が接近いたしまして、さらに5号艇の渡辺、後方6号艇の生駒、現在3番手と4番手の定冠でありますが、わずかに今度は一定審査、1番3番2番内側のから小回り旋回4号艇の藤井でありますが、1、3、2の体制で向こう上面に入っています。2連単の1、3の組み合わせ3倍ちょうど、3連単1、3、2の組み合わせは 6.8 倍、これは3番人気タイとなっています。後方4番、5番、6番という体制、ラストターンマーク旋回体制1号艇の土屋、逆転のトップ、2番手追走3号艇の金子、見せ場は十分でありました。3番手2号艇の鈴木を奪って1、3、2人気サイドの決着、今1着で1号艇土屋智則ゴールイン、2着3号艇金子ゴールイン、3着2号艇の鈴木ゴールイン、4着4号艇内、5着5号艇の渡辺、なお6号艇の生駒でありますが落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。8レース、スタートしました。イントニコース揃ったスタート、1号艇2号艇、インコースから1号艇板倉先行し、2コースから2号艇丸が一旦待って刺す、外は待って真ん中つこうと、3号艇の横にまくり出し、おっと危ない、ガチャガチャドタッと、これ後方ではアクシデントクラッシュしております。大丈夫でしょうか。なおこのスタートは前提正常でした。お知らせいたします。2号艇の間の妨害のため失格です。5
5号艇の西山翔一転覆のため失格です。1番2番3番5番4番6番の3対32秒1秒今スタートしていきました。好スタートは角から5号艇の井上忠正、ダッシュ勢が出ていって546、1幕は絞っていく5号艇、さあいきなりのアクシデントがありました。バックステッチ先頭で回ってきたのが1号艇で、後方では接触がありました。なおスタートは正常、スタートは正常でした。お知らせいたします。第1レース5号艇の井上忠正は失格となっています。1番4番5番ダッシュ、2番3番6番です。スタートしました2号艇の加納、このレースですがスタート際どいタイミング、1周1幕1号艇の佐々木の内からも3号艇の西野、外では2号艇の加納ですが、ただいまのスタートは判定中です。ただいまのスタート判定中、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1周2幕へと向かっていきます。3号艇の西野、そして2号艇の川野がホーム直線コースに入っていきますが、スタートは判定中となっております。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ここでお知らせがあります。2号艇の川野はフライング返還決定、2号艇川野に関する投票券すべて返還払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番3番5番4番6番の並びです。スタートしました。一発戦第1レース、これはフライング艇がありますので、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。この第1レースフライング艇があります、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします。4号艇の原田彩一郎、フライングのため返還欠場、4番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。4番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番5番、6番、4番の並びです。スタートしました。一発戦第2レース、これはフライング艇があります、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。この第2レースフライング艇があります、ファンの皆様お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。4号艇伊藤翔太、フライングのため返還欠場、4番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。4番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました第3レース、1番アウトの5号艇の中尾智弘、さあこれはちょっと早いスタートでしょうか。まずは1周1幕は1号艇の上野が逃げて、そして3号艇の山口隆が差し込んでいきました。ただいまのスタートフライングがありまして、5号艇の中尾智弘がフライング、5号艇の中尾智弘がフライングのため返還欠場となりました。5番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番6番3番4番5番でスタートしていきました。内折り艇から1番と2番がスタートを先行、そのまま1周目第1ターンマークに向かっていきます。1号艇旋回、2号艇は差しに向く、6号艇外行きましたが、1番6番競った懐から2号艇の鶴浩一郎が差し抜けていきます。先頭2番の鶴、その後に1番の林、3番手は目下3号艇の三世です。さがなく後続は5番6番4番が続いて1周2マークを迎えます。スタートは前提正常、2番1番と回数、そして5号艇3号艇競って外を握った6番ではありますが、先頭から現在2番1番、その後は5号艇と3号艇並んで3着争い、インコース5号艇の大串、アウトコースは3号艇の三世、そしてやはり後続も差がない4号艇吉田に6号艇の赤坂となっています。6番大きくこれは失速してアクシデントになりました。先頭から目下上位の体型は2番1番5番の体型です。トップは2号艇の鶴、追走1号艇の林、3番手5号艇の大串です。なお6号艇の赤坂は2周1マークにおいて転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。3コースから3号艇が飛び出していったんですが、ちょっとこれは早いスタートがあったかもしれません。さあここは
6号艇が外内側の方間で今度は2号艇5号艇と接近いたしましてバックストレッチ向こう上面でありますが、さあこのレースでありますが3号艇のよろずとそれから4号艇の岡場の両選手がフライングのため返還欠場、3番4番に関する投票権はすべて払い戻し返還になります。投票権は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇がいいスタートになりました。その中でも 1,2 コースの2人が出ていく逃げ展開は1番の西村、3コースから3番中野のまくり届きません。右上つくのが2番の島田、島田も差しはあと一歩というところ、1番の西村が逃げます。それでも直線だいぶ差を詰めてきた2番の島田、ここでへさきかかってきた。さあねじ込んでいく、並んできた。スタートは前提正常、2幕内からここは2番の島田が先取り、1番の西村差しに構えるも届きません。ちょっと後ろ3番手以下もつれました。後方ではアクシデントが出ています。レースはこれから2周目、2周目に入って3番手には3番の中田が抜け出しています。なお1周の2幕におきまして4番の小金井、5番の金田ともに転覆のため失格です。4番の小金井と5番の金田ともに転覆失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。 1,2 コースが遅れたスタートにはなりましたがダッシュ勢で速いスタートが出ています。速いスタートがありました。1周1マークがバックストレッチに移ります。ファンの皆様にお知らせいたします。4番大谷、5番の佐川ともにフライング返還欠場でございます。4番5番この2艇はフライング返還欠場です。4番と5番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。最内1番の飯山、そして外では6番の中村がいいスタートです。1マークへと向かっていきます。1番飯山の陰線です。おっと振り込んでしまったのは6番の中村、さらには4番の金山が乗り上げてしまいました。バックに入ってきまして1番の飯山がわずかに前です。2番手には3番の道田、3番手離れて2番の上村、4番手で5番の斉藤、そして4番の金山、コースを再開しています。なおスタートは前提正常でした。そして6番の中村、6番中村は転覆失格となっております。1番の飯山がトップで一周にクリアしていきますが、3番の道永が内側をついていく、ここは届かず、1番3番2番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは2周回目に入ります。2周1マーク回る手前のところにはレスキュー、そして自己艇がいます。その外を各選手が回っていきます。1番の飯山、3番の道永、そして2番上村の並びです。4番手5番の斉藤、5番手ラスト4番の金山も2周回目に入っています。前の体勢ですが1番3番2番の体勢で2周2マークへと移っていきます。1番の飯山康志がトップで2周2マークに向かっていきます。そして2番手が3番の三品貴博、3番手が2番の上村光太です。3連単1番人気の並びで2周2マークをクリアしていきましてホームスレッジに帰ってきました。体勢は変わらず1番3番2番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。ちょっとバックストレッチで4番の金山がスピードが落ちてやや停止したような状況になっています。最終周回の1マークです。1番の飯山、そして3番の三品、さらには2番の上村と回っていきまして最後のバックストレッチです。現在構想してますのは4選手、ちょっと4番の金山モーターかからないような状況になりました。その金山を避けながらの走りにもなっていきます。1番3番2番の体勢、4番の金山ですけれどもエンスト失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コースから3番の三浦はわずかに好スタートです。1マークへと向かっていきます。1番三品がインから飛びついていきまして2番宇田川が差し込み、3番の三浦がまくっていきます。5番の福来外をまくる格好になりましたがバックに入ってきまして2番宇田川の差しです。宇田川がわずかに前、2番手ですが1番の三品、3番手ですが3番三浦に対して内側から4番の前田、人気の相手5番の福来、現在4番手から5番手。スタートは前提正常でした。一周にマークトップでターンは2番の宇田川、2番手を追っつけてきた4番前田を回しての差しが1番の三品です。1番の三品が2番手キープしまして二艇審査の3番手に4番の前田、その背後に5番の福来が現れてきました。レースは2周回目と入っていきます。
2周回目1マークトップで回ってきますのは2番の宇田川慎一です。そして2番手が1番の三田隆博、3番手ですが5番福来が内側から押っつけてちょっと4番前田とやり合ったところを3番三浦が差し込んできました。バックストレッチに入ってきまして内側展開ついてきて3番の三浦が逆転で3番手、差がない4番手に5番の福来、5番手が4番の前田、ラスト6番鈴木となって2周にマークへと移っていきます。前は2番1番です。2番の宇田川に1番の三品2周にマークをクリアしています。3番手5番福来が差しハンドルを入れてきまして3番三浦を捉えようとするんですが直線ではもう一度3番の三浦が足を伸ばしてきましてレースは最終周回に入ります。内側へ先を入れてきました5番の福来、3番三浦を捉えてきまして最終1マークです。3番手は内側5番の福来が牽制しながら回ってきました。回して3番三浦の差し返しですが最後のバックスイッチに入ってこの三浦の差しが届いています。3番の三浦、5番福来の3番手争いまだ並んだ状況で最終ターンマークです。先頭は人気を落としていました2番の宇田川慎一、2番手が1番の三品貴博です。最終ターンマーククリアしておっとっと1人落水状況となりまして4番の前田落水状況、3番手ですが内側3番の前田が突っ張ってきました。3人並んできた3番手まもなくゴールです。先頭は2番の宇田川今ゴールイン、2番手1番の三品、3番手ですがわずかに3番の三浦でしょうか、5番の福来、6番の鈴木ゴールインしております。以上予選競争第5レース、なお4番の前田、4番の前田は落水失格となっております。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコースからは1号艇の浜野屋、センター3コースは3号艇中野もスイット先行、1周1マークへ向かっていきますがインコース1号艇の浜野屋が逃げていきます。内寄りからは2号艇の田中、その内側6号艇一ノ瀬、外から5号艇の渡辺、向こう上面入っていきますがインコース1号艇の浜野屋逃げるか、内側から6号艇一ノ瀬が上がっていきます。さあここは捉えることができるか、6番の一ノ瀬懐から上がっていきます。スタートは前提正常、2マーク内側から6号艇一ノ瀬が先を打ちようとしますがこれをかわして1号艇の浜野屋が先頭、直線コースに向きました。そして2番手は内を通って2号艇の田中が上がってきまして現在は2番手の位置、1番2番でホームステッチ、レースは2周目に入っていきます。1号艇浜野屋が先頭、4停止のリードを作っています。2番手は2号艇の田中が先回していきます。2周目第1ターンマーク、さあ今度は3番手混戦なのか、内から3番4番とこの辺りは殺到しますが一手アクシデント、3番中野にアクシデントです。バックの中間地点3番手争いは6番4番が並走で通過していきます。2周目2マークに移っていきます。2周目2マークは1号艇浜野屋先頭、そして2番手2号艇田中と旋回します。なおここでお知らせいたします、3号艇中野選手は転覆失格、3番中野は転覆失格となりました。インコースから1番2番3番4番5番6番です。静岡放送特選の11レース、スタートしました。インコース3コース5、6コース1番3番5番6番、少し前インはギリギリ踏み込んでいった大橋純一郎、スタート判定中です。まくり差していく3号艇の金子、これについて5番6番内懐2番4番旋回してバックへ入っています。現在写真拡大して慎重に審議を行っております。お手持ちの札券大切にお持ちください。おはーお知らせです、1号艇の大橋純一郎はフライング返還欠場、1番に関する投票権は全て返還、1番3番4番6番アウト、2番5番です。スタートしました。インコース5コース1号艇2号艇コースタートアウト5コースじわり2号艇洗いが絞ったガチャガチャガチャふわっとアップだーい、アクシデントに発展、このスタートは正常でした。お知らせいたします、4号艇の赤身は落水のため失格です。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇豊田、2、3コース2号艇吉川、3号艇石塚コースタート、先制ターンは1号艇豊田、3号艇石塚マクル、サース2号艇吉川マクリザさん、5号艇杉江、内側から4号艇小森、6号艇大内が続く、逃げた1号艇豊田が先頭、2番手から2号艇吉川追走、3番手絞っていったのは3号艇石塚が4号艇小森を牽制、スタートは正常です。一緒にマーク1号艇豊田クリア、2番手争いは3号艇石川先まった、2号艇吉川が差し返す後方ですが一手アクシデントありました、2番手2号艇吉川、3番手から3号艇石川ついて現在上位は1番2番3番で後方は6号艇大内が転覆しています。お知らせいたします、一緒にマークで6号艇大内が転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。
スタートしました。1コース1号艇本部センター勢3号艇厚み4号艇天野6コースから5号艇さあコーススタートまくっていったのおっと1号艇の本部が振り込んでしまったかまくったのは4号艇天野が先頭2番手らしいですが外から2号艇黒崎が行ってしまうか3番手から5号艇さは3号艇厚みが続く6号艇松尾5番手大きく置かれた最後方1号艇本部スタートは正常です。2マーク4号艇天野クリア2番手らしいは内を抑えて回ろうという5号艇さちょっとアクセントあった5号艇さ2番手は2号艇黒崎です。3番手は内側から6号艇松尾ひろむ外は3号艇厚みが並走3番手接戦です。お知らせいたします。1周2マークでは5号艇沢大輔が落水のため失格となっています。1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。スロー勢コーススタート1号艇岡2号艇柘植3号艇南逃げ体勢は1号艇岡2号艇柘植が指して3号艇南がおっとちょっと振り込んだ切り込んだのは4号艇岩永おっと6号艇の花本と3号艇南接触ありました。1号艇岡先頭2番手2号艇柘植3番手から4号艇岩永が続く上位体系現在は1番2番4番です。スタートは正常でした。2マーク1号艇岡クリア2番手2号艇柘植3番手から4号艇岩永が続く1番2番4番です。なお3号艇南雄介は1周1マークにおきまして転覆のため失格となっています。1番3番4番5番6番2番です。スタートしました。1号艇の菅沼若干タイミングが遅れてしまったか外4号艇の松田がそのまま握っていきます。内からは3号艇の表にその間5号艇の中辻最内からは6号艇の松村が差を詰めて4号艇の松田がまくりました。4艇身5艇身のリードを取っています。なお後方でアクシデントがあった模様です。2番手は6号艇の松村外は3号艇の表が続いてスタートは正常でした。1周2マーク4号艇の松田が先頭で内からは6号艇の松村外握っていく3号艇の表ですが4号艇の松田が先頭2番手6号艇の松村と上がっています。なおここでお知らせいたします。1号艇の菅沼義明ですが転覆のため失格。1号艇の菅沼は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。1号艇の渡辺好スタートを切りました。5号艇の西村もいいスタートを切っています。1周1マークインから先制は1号艇の渡辺内から2号艇の野村間をつくのは4号艇の今垣と5号艇の西村が続きます。後方でアクシデントがあった模様です。後方でアクシデントあった模様です。間から5号艇の西村判定心優勢も外1号艇の渡辺とトップ争い3番手争いも6号艇4号艇3号艇が接戦でスタートは正常でした。1周2マーク5号艇の西村に内からは1号艇の渡辺6号艇の土山も続きますが5号艇の西村が一定審判リードして単独先頭です。なおここでお知らせいたします。2号艇の野村康友ですが落水のため失格となっています。6番1番2番3番4番5番1秒今スタートしていきました。コースタートはお知らせいたします。第7レーススタートにおきましてフランケツ予定があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。第7レースは5号艇の馬の光がフライング変換欠場です。5番に関する船券はすべてお返しいたします。1番5番2番3番4番6番で間もなくスタート。3秒2秒1秒今スタートしていきました。コーススタートはインコース1号艇の浜崎2コースの5号艇の田中人気の両者が出ていきます。逃げる1号艇の浜崎を指して5号艇の田中真ん中攻めて2号艇1号艇振り込んだ後続アクシデント接触があった先頭5号艇2番手3号艇3番手ラスイン6番2番手となっています。なおスタートは正常でした。現在先頭5号艇2番手3号艇そして3番手ラスイン6号艇第8レースは1号艇の浜崎誠が妨害失格4号艇の立具啓司が失格となっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。5コースどうでしょう6号艇の山本浩二現在スタートは審議中スタート審議中お手元の投票権大切にお持ちくださいませ。5コース6号艇の山本浩二はほんのちょっと早いタイミング現在スタートは審議中スタート審議中となっております。
ここでお知らせいたします。6号手の山本浩二はフライング変換欠場。6号手の山本浩二フライング変換欠場です。従いまして6号手に関する投票権は全て変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。竹上慎二、池田慎二、福田治、ダッシュスタート、茅原裕樹、宮野陣、山下広大の体型今スタートしました。6メンバーあまり差のないスリット体系となりました。若干の続は3号手の福田、一周の1枠一節速攻体制、1号手の竹上、3号手福田、バタゼで振り込んだ、切り込んでくる。2号手の池田と握ったのは5号手候補一定、アクシデント6号手にアクシデント発生です。先陣からすれば1号手2号手の接戦踏ん張ってリードは一定心、1号手の竹上、2番手が2号手の池田、3番手は5号手4号手接戦で候補2定、3号手6号手アクシデント発生です。一緒にコーラーの世界スタートは終了でした。トップ旋回1号手の竹上、2番手は2号艇の池田が回って、3番手は5号艇4号艇の接戦でレースは2周目と移っていきます。ここは自己艇レスキを避けての旋回ということになります。先頭は1号艇の竹上、2番手が2号艇の池田、3番手5号艇の宮野となって上位台計1双5です。ここでお知らせいたします。3号手の福田治は1周1マークにおきまして妨害のため失格、また6号手山下広大同じく1周1マークにおきましてこちらは転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。6号艇前原知花フライング返還欠場で、したがって6番に関する投票権発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。進入固定の第4レース、1番2番そして4番6番と出ていきます。最1マーク逃げる1号艇の甲賀満、マクル3号艇柴田に6号艇の中、差して2号艇森、4号艇武井と向こう正面へ、1号艇の甲賀満を押し切りました。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の甲賀がトップ、その後ろは4番2番3番並走で2マーク、先頭は1号艇の甲賀ちょっともたついている。そして2番手が握って回ってくる3号艇の柴田、内側からは2号艇の森、先頭1号艇の甲賀のアウトから3号艇の柴田が届いてきました。内側からは2号艇の森も迫って1マーク、1号艇の甲賀満が回って振り切る1号艇の甲賀満が先頭リード、その後ろ2番手3号艇の柴田が一歩前、僅差に2号艇森に4号艇の武井、2周2マークへと移ります。焦点は2番手の争いです。さあ内を伝って4号艇の武井が先行して回る、さして3号艇の柴田、2号艇森とホーム直線コースへ、2番手は3号艇柴田大輔が一歩前、追いかけるのが4号艇武井並、レースは最終周回へと入りました。先頭は1号艇の甲賀満が最後のバックストレッチへ、2番手が3号艇の柴田大輔、4番ちょっともたついた、アクシデント発生、2番手は3号艇の柴田がリード、その後ろ3番手は2号艇の森と5号艇の高倉が競った状態、その後ろに6号艇の中です。なお4号艇の竹井は落水のため失格、4番落水失格。今日から開幕となりましたボートレース福岡の新春開運特選レース、ただいまより予選競争第2レースを行います。なおこのレースに出走予定でした5号艇竹下大輝選手は周回展示中の落水のため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。1番2番3番と覗いたスタートになっています。その後は1番2番内の手が伸ばし合って1マークの旋回、逃げる1号艇関野、刺す2号艇の青木、外から3番4番と旋回します。先頭は1号艇の関野です。スタートは前提正常でした。
逃げています。1号艇関野綾が先頭、2番手2号艇の青木、その懐から5号艇の塩田が上がっていきます。これから2マークの旋回、まずはトップで1号艇関野、続いて5号艇の塩田が待って、さす2号艇の青木、2番手は2号艇の青木の外から5号艇の塩田が食い下がっています。わずか一定身のリードは2号艇の青木、その外から5号艇塩田、さらに3号艇橋本も上がってきました。レースは2周目1マーク、先頭は人気1号艇の関野綾です。そして2番手2号艇青木を挟むように3番5番と旋回します。2番手2号艇青木の外にピタリと5号艇の塩田北斗、直線コースは5号艇塩田が強めです。その後ろでは一手アクシデントとなっています。2番手は2番5番が並んで、さらに後ろは4番6番が並んで、3号艇の橋本にアクシデントです。2周2マーク、先頭で折り返してきたのは1号艇の関野綾です。そして2番手争いはまだ2番5番2号艇の青木が一歩前に出て、3番手5号艇の塩田、なお1マーク回ったところでは3号艇橋本が落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第6レース、4コースわずかに4号艇のミーショが好スタート、あとは5号艇も少し出ますが、1周1マーク1号艇の深山、2号艇の栗山は3号艇を弾きながら外に来ました。5号艇飛び込んでここでアクシデント目をです。4号艇のミーショが差し込んできましたが、先頭は1号艇の深山雄二、スタートは前提正常でした。なお5号艇の横田高光は転覆のため失格、5号艇の横田高光は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ちょっとこれは早いスタートが出ています。1周1マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番の中村はフライング変換欠場でございます。1番の中村はフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。後半戦も安定した水面コンディションが続きます。予選2日目の競争です。第10レースの予選特別を迎えました。なおこのレースは2番の小山勤、火事都合により欠場となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。一番外側6番の上村が踏み込んでおります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。一番大池の陰線、3番森作まくっていきますが、お知らせです。お知らせいたします。6番の上村、6番の上村はフライング変換決勝となっております。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。一番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。最内1番の増田トップスタートを決めてきました。1マークへと向かっていきます。1番増田が逃げてきます。2番吉村が差し構えで、3番のアルカがまくり、内からは4番飯山の差し、バックストレッチに入っていきまして、1番の増田がどうやらインから振り切っていくでしょうか。2番手の争いが混戦となってきまして、4番の飯山、外側には2番の吉村、さらには3番のアルカ、4番の飯山が足を伸ばしていきます。スタートは前提正常でした。一周2マーク、先頭でターンは1番の増田、2番手から4番飯山が後席またごうとしたんですが、その外側から3番アルカがまくっていきます。3番アルカがここで逆転2番手、そして2番の吉村、一周2マーク回ったところで転覆状況となりまして、2番の吉村、2番吉村転覆失格となっております。 1,2,3 ダッシュが4,5,6 です。12レースのスタートは外で6番の西舘が踏み込んでいきましての1マークですが、遠いコースで2番の内田が刺そうと3番の渡辺がさらに引いて、ちょっとすり合いのもつれがありまして、1番の松本が一気に抜け出していきました。スタートは前提正常でした。さあ1マーク近辺ではアクシデントが発生しています。先頭から1号艇、あとは6番3番接戦となっていますが、どうか。5番は失格、5番は失格になりまして、第4レースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ランチタイム戦の第4レース、
スタートしました。3コース3号艇の鈴木修馬が好スタート。1番は1号艇矢野が先に回る。そこへ3号艇の鈴木修馬まくり出そうとする。4号艇が握って回る。6号艇真ん中、おっと一艇アクシデントが発生しました。トップ争いですが、1号艇と3号艇、外1号艇矢野、内側から鈴木修馬が迫ってきますが、これを抑えた1号艇矢野リード。お知らせいたします。2号艇の河合正治が失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の岡田、2号艇の中島、3号艇の酒井、スロー3艇好スタートです。1周1マーク、インから先制1号艇の岡田にまくる3号艇の酒井、内から差してくるのは2号艇の中島に、そのうち5号艇の安田が続きます。逃げた1号艇の岡田が先頭、一定進半のリード。外から3号艇の酒井2番手、内から2号艇の中島続いて、あとは4号艇、5号艇、6号艇が後方で、スタートは正常でした。1周2マーク、1号艇の岡田に握っていく3号艇の酒井、内小回りは2号艇の中島です。逃げた1号艇の岡田は3艇進とリードを取りました。2番手争い、3号艇の酒井1艇進半優勢も、内から差を詰めてくるのは2号艇の中島で、2周1マークにこれから入ります。1号艇の岡田が先頭、2番手は3号艇の酒井に、内ここでも小回りする2号艇の中島ですが、3号艇の酒井が振り切って単独2番手に上がりました。3番手2号艇の中島、1番3番2番でバックストレッチに入っています。後方6号艇の西川、4号艇の中山、最後方5号艇の安田で、2周2マークにこれから入ります。1号艇の岡田が先頭でクリア、2番手は3号艇の酒井です。3番手2号艇の中島、1番3番2番でホームストレッチに戻ってきています。あとは大きく離れて6号艇の西川ですが、後方でアクシデントがあった模様です。大きく水が空いて5号艇の安田、4号艇の中山にアクシデントがあった模様です。最終周回の1マークに入ります。1号艇の岡田、3号艇の酒井、2号艇の中島と続々旋回、1番3番2番です。なおここでお知らせいたします。4号艇の中山翔太ですが、落水のため失格となっています。1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。1号艇の中山好スタートを切りました。5号艇の萩原も好スタートを切っています。1周1マーク、インから先制しようとする1号艇ですが、内から2号艇の前で、間6号艇の西村です。後方でアクシデントがありました。1号艇の中山が先頭、一定進のリードも、内から2号艇の前でがへさきをかけてラップ状態、3定進4定進切れて6号艇の西村が単独3番手。なおスタートは正常でした。1周2マーク、2号艇の前でが旋回、内から1号艇の中山が差を詰めますが、2号艇の前でが先頭を取り切っています。なおここでお知らせいたします。3号艇のもみやま吉武選手は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6号艇の表好スタートを切りました。4号艇の井上、3号艇の松田もいいスタートです。1周1マーク、そのまま3号艇の松田がまくっていきます。うち1号艇の岡本に空いた、外は4号艇の井上、うちは6号艇の表ですが、後方でアクシデントがあった模様です。まくり切った3号艇の松田が先頭、2番手は1号艇の岡本に、内から6号艇の表が続きます。スタートは正常でした。1周2マーク、3号艇の松田に、内から6号艇の表と左右打ち、1号艇の岡本が切り込んできます。3号艇の松田が先頭です。なおここでお知らせいたします。5号艇の金子隆は転覆のため失格となっています。1番2番3番5番6番4番の3対3で進入です。3秒2秒1秒今スタートしていきました。コースタートは2コースから2号艇の茂根はインコース1号艇ダッシュ勢から6番4番出ていって、1マークは逃げる1号艇を握っていった。2号艇と6号艇突っ張り合いで流れた。内からは3号艇4号艇5号艇アクシデントがあって、バックストレッチは先頭1号艇、2番手には3号艇となっています。第1レースは6号艇の桐村翔太が失格となっています。1番4番5番6番2番3番2秒前1秒前今スタートしていきました。コースタートインコース1号艇センターが5号艇ダッシュ艇から6号艇で1号6がいいスタート、まくっていく5号艇をインから飛ばしていった。1号艇内が空いて6号艇が差してきて、あとは2番4番3番でさあバークスレッチはまくった差した5号艇の宮迫と6号艇の田中慎一郎、6番と5番が並んでのトップ争い、そして2号艇の坂本3番手、後ろで4、3、1が固まっています。なおスタートは正常でした。さあ第2ターンマークトップ争い、まず内から6号艇の田中慎一郎がコーナーを先取り、さあ仕返してくる5号艇の宮迫ですが、先頭争いはあっさりと6号艇、その後ろでアクシデントがあって2番手5号艇3番手2号艇で上位が6号2となっていまして、レースは2周目となります。
4号艇がアクシデント、先頭には6号艇の田中慎一郎が差して先頭、そして2番手には5号艇の宮迫、3番手には2号艇の坂本で2周目で出したマークを回ってバックスレジェンド入りましたが、先頭6号艇、2番手は5号艇、3番手2号艇となっています。現在上位が6号2となっていまして、あとは3号艇1号艇ですが、今からレスキューの外を回って第2ターンマーク、第7レースは3号艇の松本が妨害失格、4号艇の山崎が失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートを決めたのはセンター勢3号艇浜田、4号艇の島田、1番の攻防一気に攻めてくるのは3号艇の浜田、内側から1号艇2号艇残そうとする、その間を狙った4号艇の島田バックへ入ります。先頭は3号艇、見事なまくりを決めて浜田ありさ、2番手追走は4号艇の島田渚、3番手からは5号艇1号艇2号艇、スタートは前提正常でした。2マークをトップで回るのは3号艇の浜田、2番手追走は4号艇となって島田、上位体系は3番4番です。3番手、あっと危ない危ない、5号艇がアクシデントでしょうか、上位体系は3番4番となっています。お知らせいたします。5号艇の石井博美は失格、5号艇の石井博美1周2マークでおきまして残念ながら転覆のため失格です。1番2番3番4番6番5番の並びスタートしました。サンライズダブル戦の第2レース、4号艇の岩崎、5号艇の中と踏み込んだスタート。さあ1マーク逃げる1号艇の高倉をまくりに行った4号艇の岩崎ですがブロックされている。懐は6番3番と向こう正面へ。スタートは前提正常でした。なお一定アクシデント発生、現在5艇が競争中、トップ争いは1番6番3番の3人。2マーク3号艇の松尾信邦が先行体制で回り、その内側から1番6番と入っています。なおこのカード5号艇の中良太転覆のため失格、5番が転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番の並び1秒前スタートしました。予選競争の第6レース、早いスタートがあります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。スリット合戦となってしまいました。このカードフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。お知らせをいたします。2号艇の三河貴明、そして4号艇の松田大志郎、2番と4番はフライングのため返還欠場です。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番の並びスタートしました。1番2番うちの認定が踏み込んだスタートですが、これは早すぎるスタートがあった模様です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。このレース1号艇中川里奈フライング返還欠場です。1番に関する投票券すべて発売額と同額で返還いたします。大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース3番4番そして1号艇も好スタートです。さあ1周1マークに向かっていきます。まずは1号艇の峰竜太がインから回って2号艇が3号艇を牽制した、4号艇の堤が懐空いたところ飛び込んで5号艇の田中まくりやす、そして6号艇の増田は差し、ここは5号艇だいぶバランスを崩してしまいました。先頭は1号艇の峰、スタートは前提正常でした。トップは1号艇の峰です。1周2マーク回っていきます。そして2番手ですが4号艇の堤が行く、くるりと運んでいる号艇の松田ですが、2番手は4号艇の堤がかわしてきました。単独の2番手、今は5号艇の田中太一郎だいぶ振り込んでエンストをしたところから構想を始めています。レースは2周目に入っています。2周1マーク1号艇の峰、2番手4号艇の堤、そして3番手はここは3号艇の峰所、3番手に出てきます。上位体系は1番4番3番143の体系です。未定審査で2号艇の渡辺慎太郎、そして6号艇の松田秀和、最後方はだいぶ遅れてはいますが構想しています5号艇の田中太一郎、2周2マーク1号艇峰、そして4号艇の堤、3番手は3号艇の峰所です。先頭から1番4番3番の体系でレースはこれから最終周回に入ります。
先頭は1号艇の峰竜太です。バッチリとインからスタートもよく押し切ってきました。今最後のバックへ、そして2番手が4号艇の堤圭介。一周1マーク展開が空いたところを指して2番手です。3番手は3号艇の名称とかある上位体系は1番4番3番です。この組み合わせ3連単のオッズ143は 20.1 倍を示しています。後方2号艇の渡辺、6号艇の増田、最後方で5号艇の田中太一郎。最終コーナー1号艇4号艇3号艇と折り返し、第12レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、5号艇の田中太一郎は今3周バックストレッチの中間地点は過ぎまして、そして3周2マークに向かっているところです。今ホーム側に移ってきました。大変残念ながらですが、5号艇の田中太一郎は不完走失格、5号艇の田中太一郎は不完走失格となってしまいました。